皆さん、こんにちは。門馬美希です。今日はこの雑誌の紹介です。実は、私の大好きな、北区の北赤羽駅徒歩1分のところにあるトリプルクラウンクレープリーさんが、紹介されてるです。よいしょ。よいしょ。じゃん。じゃん。これです。トリプルクラウンクレープリーさん。半ページですが、紹介されて嬉しかったです。でも、贅沢言っちゃうと、もうちょっと良さをアピールして欲しかったなーって感じ。なんかいいところいっぱいあるのに、ごめん。伝わりにくい。初めて見る方には。って感じ。でも乗って嬉しかった。乗って嬉しかったので私が紹介します。じゃん、じゃん、じゃん。でね、このカフェスイーツの4月号がクレープの特集だったので、クレープ大好きなんで、いろんなお店のクレープが見れるっていうのが2つ目の楽しみだったんです。1番がトリプルクラウンクレープリーさん、2番がクレープの特集だったんだけど、なんかねなんかときめかないんですよ。なんかちょっとね、がっかりした。うん。なんかね、この雑誌高いんですよ。1430円するんですよ、確か。うん、そうそう。まあフルカラーなんだけど、まあこんな感じで今適当に開いてるんですけどね。こんな感じ。なんだけどね、なんかね、文章なのかな、なんかドキュンって来ないんですよ。だから、ちょっとね、ワクワク楽しみに待ってた分、がっかりしちゃったんです。がっかり。なんか、うん、気持ちこれなら500円くらいでよかったかなって思いました。やっぱりこう期待するとがっかり感が半端ないですね。普段はなるべく期待しないようにしてるんだけど、久々に期待しちゃってこうなって反省って感じです。物事はあまり期待せず、まあ大したことないだろうぐらいに思ってれば、こう、あ、大したことあったわって喜びの方が大きいんで、これからも期待せずに行きたいと思います。気になる方は買ってみてください。 Amazon でも買えます。私、生活圏内に本屋がないんで Amazon で買いました。職場の近くにもないんですよ、本屋。もう最悪ですよね。家の周りもないし、職場の付近もないし、最悪。そんな感じです。はい、じゃあ今日一番大事なことは、トリプルクラウンクレープリーさんが雑誌に初めて載りました。おめでとうございます。これは嬉しい。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。失礼します。